はい、こんにちは、トライキです。まあ今日はちょっとね、ダイエットについて話したいことがあると、まあ話したいなって思って、うん、まあツイッターとかいろいろさ、うん、見て思うけど、結構さ、うん、やっぱりね、自分で考えてトレーニングされてる人も多いし、うん、ね、今日何やったとかってさ、あのメモ代わりに書いてる人もいるし、うん、でそれに合わせてやっぱりね、ボディメイクしてる人なんかはやっぱ食事もさ、うん、やってるじゃない、あの制限したりとかしてるじゃない、うん、そうね。でまあ、あの私なんかは別に趣味だから、うん、あの趣味って言い方変だけど、実験台になって、うん、言われてることを自分の体で試そうと思ってるわけ、うん、だからなんかゆで卵3つとかさ、極端な、ね、生活を1回やったりとかしてるけど、うん、でも基本的には食べてるわけだから、うん、あのなんて言うんだろうな、あんまり、うん、そう、あの制限してるっていうわけじゃない、もう好きなだけ食べて、ケーキも食べるし、うん、みたいな、アイスも食べてるしみたいな、今日なんかフレンチトースト食べたしみたいなね。フレンチトーストね、美味しかったですね、うんうん、ね、食べたし ね、だからそう、食事制限をしてるってことはないわけよ、うん、でまあダイエットで、まあ、やっぱ食事制限をして運動をしてるってことは、うん、もうずっとその体型を維持するんだったら、うん、もうずっとそういう生活をしなきゃいけない、もう年を取ってもずっとその生活をしなきゃいけない、うん、それはすごいことじゃないかな。そうそう、だからアスリートとかだったら分かる、うん、ね、アスリートとかでそういうのをね、なんか目指してる人、大会に出るとかそういう目指してる人とかは分かるけど、うん、ただ普通になんか日常でモテたいからとか、なんかそういう理由でやってる人は一生そういう風に生活をしなきゃいけないと、うん、だから、うん、まあ極端に言っちゃえば、うん、そう、もう一生食事制限をしながら生活していかなきゃいけないとかさ、うん、そういうレベルなわけよ、ダイエットの食事制限してる人とかっていうのは。はいはいはい。でまあちょっとね、そこはそこで置いといて、うん、で今日話したいのは、うん、そのまあダイエットを目的とじゃなくて、その体作りの部分だよね、うんうん、体作りの部分で、まあ、トライットならではの、うん、まあ、ちょっと視点と考え方、体作りですね、そうそうそう、っていうので話をしていくと、うん、まあ、やっぱりその人間の持ってるエネルギーっていう、まあ、食べて摂取するっていうものがあると思うんだけど、うん、まあ、基礎代謝もそうなんだけど、うん、あの、ね、ね、最低限度の、ね、もの、まあ、トレーニングしていくことによって、まあ、変な話、その使われるエネルギー量が減ってく、ね、うん、減って効率のよく少ないエネルギーで大きい運動ができるっていうような形にはなっていくわけ、うん、ただそれは十分なエネルギー量があっての話であって、はいはい、うん、だからもうあらかじめ食事制限をして少ないカロリーとかの摂取の量に対して運動をしていくと、そういう体作りになっちゃうから、うん、だからあの多く食べた時の消費できる、ね、うん、量っていうのは少ないわけよ、うん、だからあの少ないエネルギーで普通に運動ができる体作りをしちゃってるわけだから、食事制限することによって、だからリバウンドが起こる。だからそこで大きく食べちゃって運動量変わんないっていうのは、もうそういう体作りになってるから、あのオーバーした分のカロリー消費するのにものすごい運動をしなきゃいけなくなっちゃう、うんうん、じゃなくて初めから、うん、例えば1日3000キロカロリー食べてます、はい、ね、でそれが運動して、あの、まあ、そういう食生活をしながら運動してって時に、まあ、減りは遅いかもしれないけど、うん、一応そのエネルギー量に対しての十分なエネルギーを使った運動をできる体づくりになっていくわけだから、うん、だから3000キロカロリーを消費するための運動っていうようなさ、うん、うん、まあ、形になっていくわけ。うーん、だから1000キロカロリーしか食べてない人に関しては、その1000キロカロリーの中でできる運動、うん、同じ運動なんだけど、うん、例えば同じメニューで同じ運動しても消費できるカロリーっていうのは差が出てくる、そういう体作りしちゃうと、うん、あ、なるほどね、うん、だから変な話、ケーキ1個食べて例えば500キロカロリーでしたっていう場合、1000キロカロリーでいつも食べてて制限してる人が、ちょっとじゃあチートでね、500カロリーぐらい乗せようかなって言った、その500キロカロリー消費するのがやっぱ大変、うんうん、でも普段3000キロカロリー食べてる人がね、ケーキ食べて500キロカロリーって言っても、まあ、そういう体作りしてるから消費する量も多いから、うんうんうん、だからあの500キロカロリーになってあっという間に消費できる、うんうん、そういう体作りになってる。だから制限しちゃうとやっぱりそれなりに不利っちゃ不利だよね。そう、だからもうずっとそれとセットでやっぱやっていかなきゃいけない、うん、だからあのアスリートとかだったらいいかもしれない、そういうさ少ない飢餓状態じゃないけど、うんうんうん、まあ、そういう状態を維持しながら運動ができるっていうことだから、うん、パフォーマンス向上にもしかしたらつながるかもしれないし、うんうん、まあ、試合前とかにいっぱい食べて、うん、ね、あの
エネルギーをストックしておくことによって、うん、まあそれなりのパフォーマンス維持できる時間が長くなるとか、あ、なるほどね、っていうのはあるかもしれないけど、うん、まあ普通の人がねやったら大変だよねっていうね。だからあのダイエットをするんだったらもう食事制限と運動セットにダイエットをするんだったらそれがずっと一生お付き合いしなきゃいけない、うんうん、じゃなかったらもうその食今の食生活のまま運動した方が俺はよっぽどいいと思う、うん、ああなるほどね、うん、まああんまりあれってことだよね、その基本好きなものを食べると、うんうん、いう食生活のままの運動ってことね、そうそうそう、うん、だとその体も、うん、そういうような体作りになっていくから、うん、そういうエネルギーを使いながら運動していく、ね、よほどの変色をしない限りは大丈夫じゃないかね、うん、ポテトチップスとコーラだけでね、うん、3食やるとかさ、そういう そこまで不健康にならなければね、普通にそう普通に食べてもう普通に運動して、うん、そうだよね、生活すればいいんじゃないかなって思っちゃうけど、まあ、結構みんなストイックにやってるからすごいなって思うよね。フィジークの勉強してる時も食事なんかすごかったよね、うん、あのご飯とね、そうそうそう、米はだから基本食べない、うん、あまり食べないってブロッコリーとさね、ささみとかさ、うん、そう初めは効果ねえんだよ、初めはさ、うんうん、やり始めはやっぱ効果出るよ、うん、ね、痩せるし、うん、それなりに締まってくるし、うん、っていうのあるけど、まあ、長期で見た時に損しかないよねっていうか、うん、そうね、だからやっぱり食欲のコントロールがすごい難しい、うんうん、食いたくなるし、あ、まあそうね、食いたくなる時はもう病的に食うとさ、うん、病的にもう止まんないよね、うんうん、そうそう、でものすごい罪悪感に襲われるわけよ、うん、でそれでさ、あのそう吐いちゃうとかっていう人がさいるわけじゃない、うん、だからそれだったらもう最初からそういう、うん、ね、食べ過ぎじゃないんだよ、うん、あんな変な話、うん、そうだ、だから慣れてないわけでしょ、そうそうそう、あのそういう、うん、そういうエネルギーのそう使い方をする運動を体が分かってないわけ、うん、だからそれを体作りっていうので運動をセットにやっていくと、うん、そういうエネルギーを使ってくれる体になってくるわけよ。なるほどね、うん、まあアメシャみたいな体になるかもしれないけど、まあそれで何ていうのエネルギーを少なく、うん、使っていくエネルギーを少なくするんだったら、うん、やっぱ高強度の運動に変えていくと なんかそういうような形になるし、ちょっと飢餓状態作るとか、うん、まあ、そういうようなね、うん、あのテクニックになっていくんじゃないかなと思うけど、最初からストンってやると、うん、もう最初からそういう体になっちゃうから、うん、やっぱりメリットはないよね、うんうん、まあ、本当にだから普通に食べてね、給食レベルが一番いいんじゃない、うん、まあ、給食はね結構カロリーあんだよ、揚げなくていい、揚げなくていいものを揚げてたりとかするからさ、あ、そうなの、じゃああれ食べ過ぎ、そう、あれは結構太るね、あのメニューは、ほんとに、うん、意外にね、うん、揚げなくていいの揚げたりしてんだ、そうそうそう、うん、そういう感じ、だから魚だって普通に焼けばいいのにさ、揚げてあるでしょ、うん、結構、うん、揚げた魚多いでしょ、なんでなのあれ、なんかカロリー取らせるため、少ない量でカロリーを十分取れるようにするためにわざと揚げたりするわけよ学校の給食で、太っちゃうのかあれじゃん、そうそうそう、だから、うん、そう、そういうので一応管理はしてる子供たちはね、なるほどね、だから、まあ、ちょっとね無理なね、そうそうそう、だから最近ほら情報商材系でもそういうのに結構歌ってるの多いじゃん、うん、うん、ダイエットから派生して食事とトレーニングのさね、そう、だからそういうのあんまりね、うん、信じない方がいいんだよね、うんうん、やっぱ自分の体と会話するのが一番だよね、そうそうそう、合う合わないのね、うん、まあそう、痩せないからって別にさ、うん、別にって思うんだよね、うん、はい、まあちょっとあの話トライットならではのちょっと ね情報をね、うん、話してきましたが、またちょっとね違う視点であのダイエットもね話していこうかなと思います、はい、今日はとりあえずこれで終わりにします、はい、ありがとうございます。